カルロス・ロサマイはドミニカ共和国出身のプロ野球選手。日本プロ野球においてはカルロス・ロサとファーストネームとファミリーネーム両方が記載される。一部の球場のスコアボードや新聞、TV 等ではロサと表記。まれにカルロス・ローザと表記されることもある。2001年にドラフト外でカンザスシティロイヤルズに入団。2008年6月14日の アリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たす。2009年9月10日のデトロイトタイガース戦では最速97マイルパーアワーを記録する投球でメジャー初セーブを記録した。2010年5月1日レイナバーロとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスに移籍。2011年8月6日 QVC マリンフィールドにて2011年4月1日。 千葉ロッテマリーンズへの入団が発表された。2010年に抑えとして活躍した小林博之が FA 制度で阪神タイガースへと移籍、後釜に獲得したボブ・マクローリーがカタツーで帰国した状況でシーズンを通してセットアッパーとして躍動し、62試合に登板し3勝4敗、1セーブ、防御率2.08と安定した成績を残した。2012年は、 開幕から不安定な投球で出番が激減し2軍落ちも経験。シーズンを通して不調で16試合の投板に終わった。2013年は再びセットアッパーとして活躍52試合に投板し自己最多となる27ホールドを記録した。しかし楽天とのクライマックスシリーズでは第4戦にケイシー・マギーに勝ち越しのソロホームランを浴び、 敗戦投手となり、チームは CS 敗退となってしまった。2014年は5月終了時点で、防御率0点台と開幕から好調を維持し、8回を任されることも多かった。交流戦終盤からやや調子を落とし、8月には右脇腹痛で一時戦列を離れた。大谷智久がセットアッパーとして対等したこともあり、ホールド数は15に止まった。 2015年は開幕1ヶ月で防御率0点台とこの年も開幕から好調を維持してきたが交流戦で崩れるパターンが目立ち6月7日のヤクルト戦で1回後失点と乱調の末翌日に登録抹消1ヶ月後に復帰したが8月に再び乱調が目立って20日に再度抹消結局10月21日に来期の契約を更新しないことが 球団から発表された。2016年は、メキシカンリーグのワッハカウォーリアーズに所属も4試合登板で、防御率6.23に終わり、同年限りで対談となった。最速97マイルパーアワーのストレートを武器とし、スライダーとチェンジアップ、ホークも投げ分ける。チームメイトの同じスペイン語圏である、キューバ出身のアルフレド・デスパイネ、メキシコ出身のルイス・クルーズと仲が良く、 千葉県の焼肉店に行くことがあった。NPB、ありがとうございます。